さあ始まりました、打研のラジオ、打研ラジでございます。今夜も世田谷にあります打研スタジオからお送りしております。いやー、梅の花も咲いて、昼間は心地よい気温で春めいてきましたね。桜もそろそろ咲き始めるんじゃないかな。寒さにめっぽう弱い私ですが、逆に暖かくなってくると行動的になってきますよ。今まさに舞台の音楽制作をやりつつ、確定申告を進めつつ、他にもいろいろと進めつつ、まあ、徐々にやる気が増していってますからね。もろもろ追われてくると頭パンパンになってきますからね。ガス抜きしつつで頑張っていかないといけませんね。で、今やってます、舞台音楽制作についてなんですけれども、まあ、今回の舞台音楽のオーダーがジャズなんですよね。演出家の菅尾さんに電話でイメージを聞いたんですけど、このバンドっぽい感じでと言ってくれるんですよ。これは分かりやすいじゃない。このバンドの感じでって分かりやすいよね。まあ、だけどバンドっぽさって結構ざっくりしてるじゃん。早い曲もあれば遅い曲もあるし、ジャンルというかニュアンスも曲ごとにロックっぽかったりラテンっぽかったりいろいろあるわけじゃん。あ、で先に言っとくけど、菅尾さんに文句言ってるわけじゃないですよ。でね、こっちから、まあ俺の方からジャズっぽい感じだそれってってこう菅尾さんに聞くと、まあ、そうそれそれって言ってくれるわけで、まあ OK なんつって、まあ了解了解なんつってこう電話切って、さあ作ろうと思ってね、パソコンの前に座るでしょ。でいざ作ろうとするとさ、ジャズもいろいろあるわけよ。でここでつまずくじゃん。俺なんかあんまジャズとかよく知らないしで菅尾さんとあれ電話で何話したっけなみたいな内容を思い出すわけよ。でなんて言ってたっけなとか思って、菅尾さんそういえば激しい感じでお願いします、でギターも入ってていいんですよ、ほらあのほら激しい感じでと、まあざっくりしてるわけね。でまあでも舞台音楽は役者さんの演技を前に出すというか、ストーリーありきだからストーリーに沿った雰囲気があればハマると思ってるわけね俺は。で、まあ、曲調はこんな感じだなとか試行錯誤して、今こうジャズっていうかね、まあ、大枠が出来上がったんですよ。でウッドベースを打ち込んでて、ランニングベースのラインを取りながらミディを打ち込んでるんだけどね、俺ってこうベースを弾いてきたわけじゃないからさ、なんか難しいわけよ。あの過去にトライした時はこうこのランニングベースっていうのが地味にできなくて、諦めるというかそのフレーズを別のものに逃げるみたいなことやってたんだけどね。で今コードを鍵盤でなぞれるようになってるから、こう左手でさ鍵盤をこうこのコードのこうかみたいな、でそのね音階をランニングベースのこうラインに当てはめていくとさ、すごい綺麗にトラックにはまってくれるのよ。こうフラット5はここかみたいなね。で、あ、俺成長してるなーってこう自分を褒めたたえながらね作成を今進めてるわけなんですね。これ重要だよ。こう自分を成長してるなーってこう褒めたたえながら進めるっていうのはね、まあ、非常に重要ですけどね。でジャズもほんといろいろあって、なんだろう、ジャンル分けされてないのかもしれないけど、アーバンなのとかさ、ラテンっぽいのとかさ、こうビッグバンドとかさ、こうなんかいろいろあってさ、こう作ってるこうミディ打ち込んでる時間より、まあ、聞いてる時間の方がもうすごい長くて、いや俺ラテン好きだなとか思ってさ、でまあなんかラテンに寄っていくわけよ。こうラテンっぽくこう作っていくと、あ、これいいかもみたいな。そうするとこう舞台のストーリーから
あれずれちゃったかなとか、あれも元に戻した方がいいなこれはとかね。でトラックをさ、トラックっていうかさ、こうプロジェクトって言ってさ、その作ったものをこう保存するんだけど、こうもう保存せずにこうラテンっぽいの一回消して元に戻して保存しちゃうと、わラテンっぽくアレンジしたやつ残しとけばよかったみたいな、そんなのをですね日々一人でやってます。まあ最後に、まあ、舞台の告知をさせていただきたいと思うんですけれども、崖っぷちウォーリアーズ、まあこれ劇団名ね、崖っぷちウォーリアーズ10周年記念公演8、4月19日から23日までの5日間、下北沢駅前劇場にて行われます。チケットは S 席前売り6500円、当日7000円、 A 席前売り5000円、当日5500円、額割り前売り3500円、当日4000円と絶賛発売中ということで、まあ、ご予約は E プラスで受付しております。まあ、何卒よろしくお願いいたします。ということで今夜はこの曲でお別れです。だけんでファンタスティックロック、また来週。ファンタスティック今日やるしかない、yeah, yeah, yeah.